2022年も二刀流で大活躍をした大谷翔平。そんな彼のことを大ファンと公言している現役最強投手とも呼び声高いメジャーリーガーがいることをご存知でしょうか。それはアストロズのジャスティン・バーランダーです。バーランダーといえば2017年のアストロズによる球団史上初のワールドシリーズ制覇以降、2020年シーズン開幕まで球団のエースに君臨し、2019年シーズンには15シーズン目の36歳にしてリーグトップの34試合に先発し、223イニングを投げると21勝を挙げて最多勝を獲得。特に後半戦は9月1日のブルージェイズ戦で3度目のノーヒットノーランを達成するなど、圧巻のパフォーマンスでチームをポストシーズンに導き、シーズン終了後は自身2度目のサイ・ヤング賞に輝いている投手。まさに現役最強投手というのにふさわしい功績を残している彼ですが、なんと大ファンを公言し感銘を受けた選手に名前を挙げたのが大谷なんです。なんでも MVP に1票投じたらしいのですが、その真相はいかに。ということで今回は現役最強投手のバーランダーが大谷のファンになったことについて解説していきます。3打席連続三振に抑えるも、私は大ファンだよ。エンゼルスは現地時間の2022年4月7日に開幕戦を迎えました。その後大谷は9日のアストロズ戦で通算226勝の大投手ジャスティン・バーランダーと対戦。そこでは3打席連続三振と抑えられてしまいました。ただ試合後にバーランダーは、私は大ファンだよと語り、大谷の二刀流での活躍に感銘を受けていたようです。ちなみに試合で大谷がバーランダーと対戦するのは3年ぶりのことでした。その3年前に対戦したという2019年7月5日、大谷は自らの25歳バースデーを祝う13号を放っています。しかし3年ぶりの対戦となった試合では、際どい判定もありながら熟練の投球術を前に3三振を喫する結果に。試合後、右肘の手術から復帰した39歳のバーランダーは、大谷の二刀流としての活躍を次のように称賛していました。最後に彼に投球したのは2019年だった。だから2020年と2021年は直接彼を見られなかった。打つところも投げるところもね。彼のやっていることは本当に素晴らしいことだ。長い間野球を見てきて最もクールなことなんだ。鳥肌が立つよ。このように2021年の MVP を手放しで称賛したレジェンド投手。おまけに私は大ファンだよとまで語り、自身が奪った3三振については、3奪三振に意味は持たない、これが野球だ、いい投球はできたと思う。最後のイニングではストライクゾーンとボールラインの境目で勝負ができた、楽しかったよと対戦を振り返っていました。ちなみにバーランダーの弟でアメリカのスポーツ専門局FOX スポーツのアナリストを務めるベン・バーランダーも大の大谷ファンとして知られています。兄弟で大谷に魅了されているバーランダー、今後の対戦にも注目が集まります。バーランダーが大谷翔平に MVP の1票を投じる。アストロズの先発右腕ジャスティン・バーランダー、彼は2022年のア・リーグ MVP にエンゼルス大谷を推していたというのです。それはオールスター戦を翌日に控えた会見でのこと。バーランダーは次のように話していました。実は最近チームのクラブハウス内で今季の MVP について議論した。僕は翔平に1票を投じたよ。このように明かしたのです。またそこで理由について問われたバーランダーは次のように答えていました。彼はリーグの投手トップ10に入るし、リーグの打者トップ10にも入る。彼に投票しないという選択肢を選ぶのは難しい。このように話していました。しかしクラブハウスではかなりの議論になったというのです。その時のことについてバーランダーは次のように話していました。反対意見の中には、球団が打者でもある彼のために余分に登板間隔を与えるローテ編成をしている、その余分な1日を別の投手が埋めなければならないことが
チームにとってマイナスになる可能性もあるという声もあった。それにジャッジも素晴らしいシーズンを送っている、大きな議論だった、このように明かしていました。ただバーランダー個人としては翔平の大ファンとし、今年初めて彼が投打の二刀流で出場する試合をその場で見たが、先発し一番打者で打席に入った、最高にクールな瞬間だったよ、このように話しています。現役最強投手が大ファンだという大谷、野球好きの方ならこれがいかにすごいことかお分かりいただけるでしょう。大谷をメジャー1年目から称賛。大谷の眼力に感服したのか、彼に被弾したバーランダーが称賛の言葉を述べていました。よく見極めていた。大谷は現地時間の2018年8月25日、本拠地で迎えるアストロズ戦に4番 DH でスタメン出場。4回の第2打席にサイ・ヤング賞1、バーランダーから中越14号ツーランを放ちました。第1打席にも右翼線へ2塁打を放った大谷の打撃について、バーランダーは称賛していました。それはアストロズの球団公式サイトが伝えています。ちなみにその日の試合はエンゼルスが4点を追う4回無視1塁、大谷はバーランダーの初球高めに抜けたチェンジアップを捉えました。これが5試合ぶりのホームランとなった大谷、バックスクリーンに吸い込まれるように消えていった一発を、この日メジャー通算201勝目を挙げたバーランダーは、並外れたパワーだと称賛。2017年8月にアストロズへ移籍してから160キロに近い剛速球を武器に攻める、かつての投球スタイルを取り戻した右腕。メジャー屈指のスライダーも持っているのですが、最近はもっとチェンジアップを自分のレパートリーに加えられるよう努めてきたとのこと。そのチェンジアップを初球に投じるも、大谷にいとも簡単に仕留められたのです。これについてバーランダーは次のように話していました。チェンジアップを投げたが、彼は非常によく見極めていた。投げる瞬間にチェンジアップだって分かってアジャストできたんだろう。並外れたパワーだよ。ただ、6回無視1塁の第3打席では、大谷をスライダー2球で追い込み、3球目の高め直球で空振り三振に仕留めたのはさすがと言えるでしょう。とはいえ、メジャー屈指の右腕は大谷への賛辞を惜しみませんでした。このようにメジャー1年目であった頃から大谷を大絶賛していたバーランダー。大谷の異次元レベルはこのエピソードからもわかります。大谷とバーランダー家の縁。野球をやってきて、おそらく打席の中で見た一番速い球、ここまで品のある球というか、スピードもそうですけど、なかなか経験したことがない。これは2018年5月、大谷が初めてバーランダーと対戦し、3三振を喫した日に口にした言葉です。そこからはバーランダーに対する最大限の敬意が感じ取れます。その後、2022年4月9日の開幕3戦目、大谷は約3年ぶりにバーランダーと顔を合わせました。すると再び3三振。結果は同じでしたが、バーランダーの受け止め方は変わっていたのです。オーラを感じた。ゾクッとしたよ。3年前の試合でバーランダーはそこまで明かすことはありませんでした。まず、大谷が最も対戦相手として敬意を抱いている投手がバーランダーだということはよく知られた話。そのバーランダーの9歳下の弟ベンは、フォックススポーツで配信番組を担当しているのですが、大谷にのめり込みすぎて、2021年途中から番組内に大谷翔平ニュースというコーナーを立ち上げたほど。するとそれが好評となり、後に独立番組となったのです。ベンは実際日本のさまざまなテレビ番組にも出演し、大谷のすごさについて熱弁を振るっています。さて、そんな彼が担当する配信番組では、ノンストップで喋り続けることもあるようですが、自身の兄と大谷の対戦については次のように語っていました。野球ファンがワクワクするような対戦になることだけは間違いない。このように力説し、大谷単独の話題になるとさらに熱を帯びていました。大谷は今年50本を打つ。
2年連続で MVP を取る、このように熱弁していた放送回で、配信が終盤に差し掛かった頃、気づくと見覚えのある大柄の人物がベンの背後に立っていました。そう、兄のジャスティンです。球場入りする前、わざわざ立ち寄ったのだとか。番組が終わるとゆっくりと背後から歩み寄るバーランダー。肩を叩かれて振り向いたベンは、えっと驚きの声を上げました。番組の生配信を行うことと、その場所も伝えていたようですが、まさか来るとは思っていなかったようです。このことについて後でバーランダーに聞くと、球場に来るときにスマホを見ていたら弟の番組が始まった、車が球場の前に差し掛かったとき店で中継している様子が見えたから、運転手にここで降ろしてくれって頼んだんだと話していました。ちなみにこの日のベンの配信には、一般客に混じって彼らの両親も来ていました。その際、母親はベンについて次のように語っていました。もうベンには困ったもので、部屋には大谷グッズがいっぱい。クッション、ボブルヘッド人形、T シャツ、バスタオル、まるで10代の子供みたい。このようなことを呆れ顔で話していました。その2日後に大谷とバーランダーが対戦。結果は先ほども触れましたが、大谷が3三振を喫しました。試合後、バーランダーは、3年前の対戦でも3三振、今回も3三振。結果同じでも何か大谷に違いを感じたかと聞かれると、次のようにコメントしていました。久々の登板だったから多少緊張していた。そんな中、最初の相手が大谷だったけど、そこまでいろいろ観察することはできなかった。このように答えていたのです。そして、大谷との対戦が日本で注目されているのは、あなたの弟が理由でもあるんだけど、と質問を続けると、バーランダーは質問者側の意図を悟り、表情を崩し次のように話しました。あいつはどっちを応援したんだろう。せめて60対40で俺を応援してほしい。だって一応血がつながっているんだぜ。このように大谷が大好きなベンに少々困っているバーランダー一家、なんだか微笑ましく思えますね。さて、先ほどお伝えしたバーランダーがコメントした大谷にゾクッとしたという話、これは日本人メディアに対するリップサービスだったのかもしれませんが、後で弟のベンに確認すると、兄は自分にもそう言っていたとのこと。バーランダーは通常立ち上がりは球速を約148から149キロ程度に抑え、尻上がりに球速を上げていくタイプ。おまけに2022年は怪我からの復帰戦。しかし、初回に大谷を空振り三振に取った球は約154キロを記録。大谷のバットはボールの下をくぐりました。力のこもった一球からは、大谷の存在が2年近いブランクを経てマウンドに上がったバーランダーの闘争心を呼び覚ました。そんな風にも見えました。このように大谷とバーランダーの間は深いつながりがあるのです。大谷をめぐってバーランダーと監督が試合後絶戦。バーランダーにはアストロズを率いたヒンチ監督と大谷をめぐる交番劇で修羅場を迎えたことが過去にあることをご存知でしょうか。アメリカのスポーツ専門局 FOX スポーツのアナリストベン・バーランダーがホストを務めるポッドキャスト番組フリッピンバッツポッドキャストに出演したヒンチ監督。その際、面白いエピソードを求められた指揮官は、二刀流のスーパースターにまつわる秘話を告白しました。ジャスティンをエンゼルス戦で一度降板させたことがあったんだ。なぜなら、ショウヘイ・オオタニが彼からホームランを打って、このシーズン彼相手に凄まじい好調を持続していたんだ。そこで私は大谷の打席で彼を降板させ、トニーシップを投入した。そうしたら、大谷は4球で続くアンドレルトン・シモンズが走者一掃の二塁打。ジャスティンは失点がついてしまった。翔平の得点はトニーの問題だったんだが、ジャスティンは勝利はおろか負け投手になってしまったんだよ。このようにヒンチ監督が笑顔で振り返ったのは、2018年8月31日のエンゼルス戦でのこと。この試合の先発はバーランダー。
エンゼルスが1点リードの6回一死1、2塁のピンチで大谷が打席に。この場面で相性を考慮してエースワンを下げ、継投策に出たようですが、これが裏目に出たのです。6回に4失点を許し、試合はエンゼルスが5対2で勝利。バーランダーは負け投手となってしまいました。バーランダーは交代に納得できなかった様子。試合後、監督室を通り過ぎるとき、次のように言い放っていたようです。おい、次は降板する準備ができたときに俺から言わせてもらうからな。このように怒ったエースと監督は、お前が黙れと怒鳴り合う騒動に発展したのだとか。大谷が原因となった修羅場エピソードを振り返ったヒンチ監督は、競争心あふれる2人がなんとか勝とうとしたまでだけど、君の兄を降板させることはゲリットコールを下げるのと同じぐらいだね、最もタフだったと冗談交じりに振り返り笑いを誘っていました。このように大谷の大ファンであるバーランダーは、彼をめぐって監督と大喧嘩した過去も持っているのです。大谷とバーランダーが同僚になる可能性。2022年オフのエンゼルスの最重要課題の一つが先発投手の補強。メジャー移籍後自己最高の15勝、防御率 2.33、219奪三振をマークした大谷に匹敵するエース格が望まれます。そんな中、アメリカのスポーツサイトのヘイローハングアウトは、 FA 市場に出ることが予想されるエース級投手のうちの一人とエンゼルスは契約すべきかという検証記事を掲載。その中で名前が挙がっていたのがアストロズのジャスティン・バーランダー。彼は右肘手術から復帰した2022年、18勝を挙げ、メジャートップの防御率 1.75 をマーク。同サイトによると、最終的にバーランダーはアストロズと再契約すると予想していたものの、健康で全盛期のようなデグロムと契約できれば最高であるが、チームの勝利に貪欲な彼がエンゼルスと契約するかどうかは見当がつかないとの見解を示しました。さらにアメリカのスポーツサイトのブリーチャーリポートは、デグロムが2023年に所属する可能性がある球団ランキングを発表。エンゼルスは30球団中21位で、間もなく売却されるため予測を立てるのは難しいと解説。果たしてエンゼルスはバーランダーを獲得するということがあるのでしょうか。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。